皆様こんにちは8月16日火曜日夕方5時を回りました太田優子の元気注入今日もやってまいりました世界中の皆様を元気にする30分ですぜひ最後までお付き合いくださいこの番組は84.1メガヘルツ fm サルスで生放送中です youtube ライブでも同時生配信中です FM サルースのホームページトップ画面のところに表示されていますのでぜひそちらもアクセスしてみてくださいまた FM サルースはスマホアプリの FM プラプラでもお聞きいただけますこちらのアプリもインストールしてみてくださいさらに JCBA サイマルラジオでも FM サルースお聞きいただけますインターネット経由でもぜひお楽しみくださいということで 今回4回目を迎えました大田ゆう子の元気注入です今日も最後まで一緒に楽しんでいきましょうそして今日も暑いですね暑い日が続いてます皆様体調崩したりあの熱中症とかなってないでしょうか私あの熱中症とは全然無縁だと思っているし未だなったことないんですけど周りの絶対熱中症ならないでしょうっていう友達が 2人ぐらいね中症になってあの救急車呼ぶところまで行ったよみたいな友達がいて知り合いがいてあちょっとやっぱりこれ気をつけなきゃいけないんだなーっていうのを最近思っていて水分をまにに取るようにしています皆様もね是非水分取って喉が渇いたよっていうとこでゃ遅いらしいので早めに取るようにしてくださいね。 あとはお盆休みの方多いんじゃないでしょうかいいねねね休休みお休みみおでですす、ね、海ととかかかかキャンプんんな行かれてるんですか、ねえー、太田優子は「でお休みなレッスンはお休みだよ仕事休みだよ」って言ってたんですけどそこにちょぼちょぼいろいろ入ってきまして結局まだお休みいただけてないんですけどまあそういう忙しい自分もね自分というかね忙しくお仕事いただけるのも嬉しいことなので頑張らせていただきたいと思ってます。 はいそして今日のゲストはご自身で作詞作曲をされとっても素敵な歌がいを持つ永瀬梨沙さんに来てもらっていますはい梨沙ちゃん <laughs> イエーイこんにちはねえ梨沙は梨沙とのね出会いは後でちょこっと話したいと思うんですけど梨沙、はい、の自己紹介を やってもらいたいと思います。はい、はい、お願いします、はい。ありがとうございます。はい、えっと、私はネオンサインというイベント、ダンスイベントを主催してまして。えっと、ダンスや作詞作曲の活動、音楽活動をしている永瀬理沙と言います。今日はよろしくお願いします。はい、理沙 <laughs> のね、魅力をたっぷり30分話そうと思ってますよ。<laughs> はい、お願いします。はい。はい でリサとの出会いはダンスなんだよねそうですね、うん、だいぶ先生にお世話になっていますいや私お世話した覚えないんだけど <laughs> あのダンスで出会って、はい、でいつの間にか名前がなんか永瀬リサってカタカナになって <laughs> で、で、歌作ってるんです、作詞してるんです、歌ってるんですってなってるリサ。に、変化してて。はい、確かにそうな、ね、んだけど <laughs>、うん。ただ、ダンスやってる時も、うん、あの歌作ってみたいんだよねみたいな、つぶやいてたよね。そうですね。うん、一番最初に、曲作りたいなって相談したのが太田先生です。うん、あ、そうなんだ。<laughs> 一回、デュアル遊びに行きましたよね。来てくれたね、はいああ。それ、一番目だった。 そうだったんだね、はい、私その時あんまり力になれなかったんだけど <laughs>、はい、なぜなら私が歌を作れないからいやいや <laughs> 作詞もできないから <laughs> でもうれしかった相談してくれてね、はい、いやいやそっから本当に作って歌ってるなんていうのは知らなかったのよ。 そうですよね。うん、結構知らない人の方が多いんじゃないかなと思います。そのダンスの知り合いの方とかは、うん、う,んうんうん。え、知らないよね。人が多いよね。<laughs> だから今日はさちょっとあの確信棒のりさちゃんかとか色々ね。はい、丸裸に。<laughs> しちゃいましょう。いろいろ聞き出しちゃいましょう。皆さ、はい、ね、なんかね、性格恥ずかしがり屋だからね、はい、隠してることいっぱいありそうなので、ね、結構あります。結構ある。はい、あ、それじゃも言っちゃおうよ。<laughs> 今日いろいろや、ね、言っちゃいましょう。<laughs> せっかくなんでね。はい、で、どんな歌、あ、そもそもなんで歌を作ろうと思ったの？歌はもう本当にやりたいっていう気持ちが大きくて。 <で>うん、このままやらないで終わるの本当に嫌だなって思ったのがまあ行動の始め、うん、きっかけなんですけど、うんまあ、たまたま本当になあのすごい尊敬してるお友達がいるんですけど、うん、あのギターを習い始めたことからオリジナルの曲作ろうってなったのがきっかけです。うんうん えそれすごすぎるよ歌ってさ歌ってみたいはあるじゃん、うんうん、歌ってみたいはよくあってカラオケとかねみんな行くんだろうけど作ってみたいってなかなか思わないんだけど結構昔から寝てる時にメロディー出てきちゃったりとかしてることが、えー、<laughs> あって。えーうん でもまあダンスに集中してたからそれは自分には必要ないって思ってたからまあ無視してたんですけどなんかそういうのとかもあってこれを曲にしたらどうなるんだろうってパッて思いついた時があったんですよ。なんかかそういういのから ちょっと行動してみましたえー、それは神のお告げだね神から来たんです神から来たよ作るも今,今世で作る人生だよってなってるんだよねだって一回もないもん <laughs> <か>太田優子メロディー浮かぶなんてもう全然ないからやっぱりそれはやった方が良かったんだろうね <laughs> そうですね、うん、なんかやり始めてから本当に 楽しいなって思います。作るのが。ああ、じゃあ実際頭には浮かんできたけど、やってみたら辛いじゃんとか、うん、全然できないな、うん、じゃんじゃなくて、うんうん、まあ楽しくてしょうがないって感じのだ。なんかそうですね。なんか心に水をさしてるような。心に水。<laughs> なんかこの <laughs> なんか表現おかしいですね。うん、ちょっとなんかこうあ水がこう。 なんなんていうんだろうな、あうん、なんとなくわかる。うんうん、栄養だね。そうですそうです。うん、そんなようなイメージあー <laughs> 作ってることが。なるほど、はい、自分がなんか売る売るをのそうですそうです。<ー>い,いい言葉を。を <laughs> <laughs> なるほどね。えじゃあ近くにそういう音楽を作る人がいたとか、はい、なんかお友達とかいたとか。 あ、ね、そうですね。ギターの先生があのたくさんアドバイスをくれてうん、うん、で、それでもうメロディーとかは割とそう。夢とかに出てきちゃうから、うん、それは出てきちゃう,う。なんか提案していただい <laughs>、うん、あし,してでなんかこう、うん、アドバイスたくさんいただいたりしてます。うん,うんうん、へえ <laughs> ギターが先。 ギターやってから作ろうと思ったの。あ、そうですね。ギターをやり始めてからオリジナル作ろうってなりました、うん。うん。どんなような音楽とかを作ってるのかっていうのと、どんなメロディーが浮かんできちゃうの。うん、いろいろジャンルってあるじゃない。えー、ダンスもジャンルあるけど。そうですね。うん、どう、ポップスかなって思うんですけど。結構なんかアレンジで。ジャンルって変わるのかなって。 思ったでも割とそうですね弾き語りベースというかなんかんて言えばいいんでしょうね<ー>私も。弾きながら歌うの 引きながらもそうですね今練習とかもたくさんしてます。そうだ,そうだ私見たことある SNS びっくりしたんだよね。<laughs> そ,うそうですねインスタでみんな知ってくれてるのはあるかもしれないですね。ーーええー、リサこんなのできるんだってなってるよね。<laughs> なんかコメントとかでたまに、うん、え曲とか作れるのとかなんかこうくれる方とかいます。うそうだよね。<laughs> <laughs> でこないださどっかの駅でさストリートでやったでしょ、はい、リーサ。<laughs> やばいまたあ<の>バレてるバレてる太田悠子は知っているやったよ、ね、いそうなんですよねそうなんですよねんか柏にこうやれる場所があって。うんうん これはもう度胸試しみたいなものですよね。うんうん、あの試しにちょっとライブしてみようかなと思って。うん、まあオリジナルの曲も今四曲あるので。うんうん、やってみようと思って。うん、ちょっと柏でこう弾き語りをして。ことがありました <laughs>。それは結構度胸つくね。<laughs> はい。ええ、四曲全部披露できたんだ。その時は三曲だけ披露して。一曲。 ちょっとみんなが知ってるような曲歌おうかなと思ってマリーゴールド歌いましたなるほどいろいろやってるよねでもこそこそやってるこそこそやってるけど今日で全部バラします今日バラしますでな LINE なんとかもやってるでしょあ、そうなんですよちょっと知ってるけどそれちょっと教えて お、あのー、ね、長谷里さ、どこで見れるのか、ねうん、えっと、ラインライブっていうのが配信あるんですけど、うん、なんか引き語りでそこで弾き語りやったりとかもしたりしてます。うんうん、へー、トークもやったり？<laughs> そうですね、夜は主にこうトークしたりして、うん、お昼は弾き語りしたりとかして、うん、こう見に来てくれる方がいたりし,、うん、しています。 このラインライブは、永瀬理沙のは、どうやったら見れるの?。永瀬理沙のは、そうですね、えっとラインライブから、多分検索、永瀬理沙って検索すれば。出てくるのと、まあツイッターやってるので、そこで。あのアカウントが載ってるので。あ、なるほどね。はい。が、ツイッターの永瀬理沙を検索すればいいの?。あ、永瀬理沙で、ツイッターで出てくる。と思います。じゃ、ツイッター見れば。 はい、ラインライブもわかる情報が、はい、あーなるほどね。え、<laughs> どんなアーティストになっていきたいの？そ,そ,そ,そしてアーティストになっていきたいの？あそうですね。うん、なんか自分の曲とかをこう、うん、誰かが車の中とか、うん、日常生活で聴いてくれたらすごく嬉しいなっていうのはありますね。 なるほどねだってリサの曲すごいいいし声がね、うん、すごい柔らかくてふわふわっとしてて <laughs> すごい心地いいし世界観あるもんね。嬉しいですで今日さあのリサのイメージで色を選んできて今日ラジオの方にはねちょっと見えないと思うんですけどちょっとブルー着てるんですで私。はい でこれリサのイメージだなと思ってブルーを着てきたらリサも水色を着てきたのだよねまさかのまさかの合いすぎちゃったで YouTube の方も見えてないと思うんですけど下のパンツのデニムのデニムとスカートの色もね同じなんですよね同じ色を着てて今日ね偶然衣装みたいになっちゃってるたまたますごいですねたま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 だけどね会った瞬間あーってなったよね でもリサのイメージはこういう感じ。あ本当ですか、うん。水色の感じ、うん、青と水色の感じで、で曲も聞くとそういう感じがするんだよね。ブルー、ブルー。うんうんうん。ま常に青、まあ、青とかブルーが本当に好きなので、常に何か思い浮かべてるのありますね、うん、でも。あそう青っぽい感じ好きだなああ、それも脳 <laughs> に浮かんでくるの？うん 色でですすかあそううねんたまにあの曲作ってる時は頭に浮かんでるものとかをこう歌詞に入れたり、うん、かそれはそうかそうん、歌詞にやっぱ思い浮かべたイメージを歌詞にそうです、ね、こう入れたりしますね。色とか入れると結構世界観なんか変わったりするので、うん、色を歌詞に入れたりとかもたまにします。うんへー それがよく水色だったり、空とか海なったりするの、それが。あ、空とか多いです。空とか星とか多いですね。<ー>私の曲は。あ、じゃあ、宇宙のこっちだ、空の方がよく浮かんでくるんだ。<laughs> そうですね。ええ<ー>。<laughs> じゃあ、メロディーと、もう質問ばっかりでなんだけど、<laughs> <laughs> メロディーと歌詞はどっちが先に浮かんでくる。はい 最初は歌詞だったんですけど、うん、今はメロディーを先に作って。うん、であの曲作ってますあ。メロディーを作って歌詞を。そうですね。お、後から。そうですね。当てはめてますあ。これは私は知ってない情報なんだけど。<laughs> うん、そいろんなやり方があるの。その人によって。あ曲によって、いろいろやり方があります。 ですね。まあさっきもなんかこう夢に浮かんでくるとか言ってた。うんうん、あ、歌詞か。そうか。うん、歌詞はそうですね。うん、歌詞だからだとなんか私はなんかこうその歌詞を言うようにするとた、こうメロディーになったりします。なんかこうやって普通にこうやって喋るようにこうそれを読み読むとなんか。 メロディーになってそれで作ったりとかも最初してましたラップじゃん<笑><笑>そういう感じです <laughs> えー、そういうのでしゃ喋られたことはないけどあ <laughs> そうい、ね、うになるんだそうですねえーじゃあさ <laughs> リサが作ったっていう曲ちょっと聞いてみようかなと思ってるんですけどこれリサ歌ってるんだよねはいうんリサが作っ歌詞も曲も作ってリサが歌ってるはいはい おはよう。おはよう、はい。じゃあ、リサの方から歌 <laughs> 紹介してください。はい、ありがとうございます。はいえっと、この曲はえっと私が幼い頃、心地よく感じた。朝や家族のことを思い浮かべて作った曲です。聞いてください。おはようです。どうぞ。 はい,はいお聞きいただきました永瀬リ沙さんのおはようでした素敵 <laughs> ありがとうございます <laughs> もうこんなんなっちゃったのねリサ <laughs> びっくりびっくりこれなんか家族を思い浮かべて作ったとっいうことなんだけど <laughs>、うんはい、どういうことえっと<ー>そうですね<ー>えっとお父さんがギターをしてるんですけどやっぱり 結構まあ弾ける弾けてて<ー>でなんか幼い頃になんかの休日の朝はなんかお父さんのギターの音だったりとかなんかエリック・クラプトンの曲だったりとかカー, <laughs> ーペンターズの曲が1階から流れてきてなんかそれを聴いてすごい。 なんか心地よくて目覚めてって毎,日うあの毎週すごい日本じゃないいみたいだ、ね、<笑><笑>でそれがなんかうんこう思い出に残っててなんかこの心地よさを曲に書いてみたいなって思って。

こっそり聞いててハいな。あこっそり、またまたまたこっそりだ。り <laughs> なんでなんで恥ずかしい。すごい隠しますね私。まだまだあるんじゃないでしょうかって感じでね。今聞いてるかも。ママ聞いてる。ママが聞いてるかもしれない。まだ聞いてる。見てくれてるかもね。うん、そうだよ。じゃあ初めて聞いてくれたからね。そうだ。じゃあ音楽活動してるのは知って いていてくれてそうですね曲作ったりとかしたりのしてます <laughs> でリサは歌は習ったことがある歌をは習ったことはあまりないんですけどあそ,うなのそうなんですよね歌はでも昔から好きで、うん、ダンスやる前からずっと好きでやりたいなっていう感じでしたへじゃあ習ってないけどいつも歌って ている環境に自分が自然と歌ってたみたいなあーでもダンスすごい集中してる時は全然歌わないときって構あったんですけどそうですねカラオケとかも行く,は行くみたいなそうですね、えー、最近は行ってないですねコロナになってからうううん、うんうん,、うん。どんな曲歌うのカラオケ行ったらえーカラオケ行ったら何なんかいつも そうですねどういう曲だろうなちょっとまた違う感じの歌ってたりするのこういうおはようみたいのじゃなくてあでもポップストックが多いですね J-POP J-POP が多いですねでもねダンスはヒップホップだったからもうバリバリヒップホップだったからなんか洋楽なのかなと思ったけど歌うのはそうですね J-POP が多いですねああ。 あとはどういうことに興味があったりする音楽以外、えー、音楽以外、まあ、ダンスと音楽は知ってるんだけどうんどういうことですかねなんか割と、うん、なんか私って気づいたら結構好き嫌い、うん、はっきりしてるのかなって思ってて、うん、なんか好きなものはもうやってるみたいなのがあるところはあるかもしれないです、えー、あそうなんだ <laughs>、うん、え他に何かある何か あるかななんかこうパッて今思い浮かばないんですけどでも昔からリサを見てると、うん、あのクリエイターだなって感じするよねあ,あ本当ですかいろいろ物作るの好きだよね,あそうね物作るの好きですね洋服とか好きです、ね、え洋服も作るあ作ん全然作んないんですけど <laughs> あでもあのそうですね自分で こうアパレル、こうカバン作ったりとかはしてました。カバン？あのカバンっていうかなんかこう、うん、<laughs> <え> <laughs> あのアスティンプリント。 あ、プリントねカバンはあってプリントねデザインにびっくりした生地からカバン作るのかなとそこまでそうですね、何か作ることは好きですね前さ、カードケースそうです、そうですそういうの作ったりとか作るの好きだし上手なんだって思ってたんだよね嬉しい <laughs> そしてあのー、リサのイベントのさネオンサインだはい,、はい、はいはいはい。ネオンサインのあのデザインがすごい綺麗じゃない？そうですね。あれ一つ取ってもどうやって作ったんだろうこの色どうやったんだろうって思ってた。ああネオンサインのロゴですか？うん。あでもねあのロゴは作ってもらったんです。リサじゃない。<laughs> 私じゃなかった。リサじゃなかったです。<laughs> 私どうやって作ったのこれ可愛いねって言った覚えがあるんだよねあ、そうですリサそうですね初めて見た時ねあれ可愛いですよねネオン管になってるネオン管になっててリサっぽいうん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 。私もすごいしっくりきててあれリサじゃなかったかそうなんですよ私じゃないんです作っていただいてます今後って配信とかしていこうと思ってるの歌作って あなんかしたいなとは考えてます。はい。していく流れになるよね。<laughs> していきたいですね。して行きたいよね。はい、何年後ぐらいとか。<laughs> もう言っといた方がいいよ。言っといた方がいい。最新、うん、したらだって買ってもらった方がいいんだから。あそっか。じゃあ一年以内ね。一、うん、年以内。あ言ったね。<laughs> これねアーカイブ残るからね。あそっか。っか今日は何日。 8月16 8月、じゃあ1年後また来ますか。ここそうだね。配信しましたっていう報告で、来年また来て。<laughs> はい、そ,うそう。そうだよね。<laughs> はい、えじゃあオリジナルアートどんどん作っていく。今4曲だけど。はい、そうですね。今もまた新しいの作ってるので。うん、えどういうの？えどういうのかな。どういうのかな。ちょっと。 今どういうの作ってるのかな。それ誰も知らない。エサしか知らない。だから聞いてるんだけど。これこれで時間経っちゃいますね。あ大丈夫大丈夫。時間気にしないで。でどういうの作ってるの？ちょっと説明が難しいな。簡単に簡単にちょっと異国な感じかなメロディ的には。ええどの国？どの国だろうな。面白いそういう。 こともあるんだラテン系とかねああまあそういうきっとあるんだよねそうですねそっちよりだと思いますでもあのわかあのオリジナルはどうなるかわからないけどメロディー的にはなんかそういう異国な感じはしますね今回それも夢に出てきたのこれはギターであのコードが最初ででそれにメロディーを乗せて作りました。 え聞いてみたい。はい。今流行ってるよね。ラテンの。ああそうですよね。かっこいいですよね。私は結構そういうなんか韓国のそういうなんか異国な感じが好きで、なんかそういうのも韓国？はい。ああそかそか。なんか韓国の方がそういうの歌ってるのリボン。ああそういうことね。意外と説明なく飛んだからびっくりした。どっちって思った。 <laughs> ぐちゃぐちゃもう。あーあ,ーあー、でもね、<laughs> 伝わってると思います。<わ> <laughs> 異国ってことで。<laughs> はい。ええー、いつぐらいできる予定?。<laughs> え今何月だっけ八月か、九月、十月ぐらいには頑張って作ろうかな。十月十月二ヶ月ぐらいには頑張って作ろうかなって感じです。一曲作るのって、どれぐらいかかるの?。ちなみに。うーん、なんか。 それの時によるんですけど2か、うん、月3か月ぐらいは私は結構歌詞に時間かかっちゃうのでメ、うん、ロディは割とすぐ浮かぶんですけど、うん、歌詞に時間かかって、うん、<laughs> ちゃうので人にもよるんだろうけど大体人によるねそこはこれが基本とかあんまりないねわかりました。はい そしてえっ、ー、とメッセージね一ついただいてましてえー、若宮大地さんからいただいてますえっ、ー、と長瀬リ沙さんと太田優子にねえっ、ー、と、はい、ジブリでどんな映画が好きですかっていう質問もらってるんでかわいいですね可愛い,い質問なんですけど <laughs> なんかジブリでありますか私はうん耳をすませばおなるほどな,な,なるほど

はいそしてりさちゃんありがとうねとうはい、はい、そして次回の放送は9月6日夕方5時からとなりますとゲストはスタディオデュアルのガールズアイドルデュアルアイドルのメンバーが来てくれますまだねあのちっちゃい小学生なんですけど、うん、あの大田優子の生徒なんです、うん、アイドル目指してる2人が来てくれます<ー>そして私アイドルのダンス ダンスとかね、礼儀とかそういう姿勢とかウォーキング担当なんですけどボーカルを担当しているかすみ先生も来てくれる予定になっていますのでまたぜひ聴いていただきたいですえ9月6日です、えー、また5時にお会いしましょうじゃあ永瀬梨沙ちゃんありがとうございましたありがとうございました